はい、どうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。今回はね、隠しステージをね、ナインテイルをやりたいと思います。一応プレイ条件がねあって、激ムズという感じになってます。一応条件としては、特攻としてはね、ナインテールいいよね。スキルヒットポイントがゼロになった時一度だけ復活ということで、不思議のね、このスキルいいよね。不思議にいたっけな、このスキル持ってる人ね、いなかったような気がするんで、すごいね。一応特攻が Y ポイント2000ポイントで交換できるメデューサ、そしてね、ダイアップが剣豪ベニマル、そして中アップがリトルコマンダー、そしてダメージダウンがね、ベニマルとリトルコマンダーということでね、まあ初心者がメデューサを使って、まあ、倒せるかって感じなんだけど、ダメージアップはあってもダメージダウンがないんでね、打てるまでたどり着けるかっていう感じだろうね。まあ一応私予定としてはメデューサはね、サブアカではゲットして、倒せるかね、ちょっとやってみたいなと思って今回は、ナインテールがね、Y ポイントアップなんで、いいよね。さあ、行きましょう。で、一応さっき言ったメデューサは、2000ポイントで、S ランクのくせに2000ポイント。S ランクだから2000ポイントなんだっけ、いつもって感じだけど、ゲットできます。そしてアイコンがね、エマちゃんのアイコン、1000Y ポイント。あれ？なんか午前中やったときこれ表示されてなかったんだけど、なんか更新されたのかな、午前中っていうか朝な、超朝の時に表示されてなかったけど復旧しましたね。これ確か3個ぐらい交換できるんだよね。まあちょっと最悪これも考えながらやっていきましょう。まあちょっとね、ウォッチはここでこいつを倒せないとゲットできないんだよね。ごめんね。ウォッチも、ここだよね。YSP ウォッチ、石魂合計 15% アップ、ヒットポイント攻撃。YSP、ベーゼルだね、ベーゼルね。ベーゼルがないといけないので、どっちにしろ1回はね、このキュービーを、キュービーというか、ナインテールをね。ナインテールという、まあ、キュービーを英語にしただけだよね。一回倒さなきゃいけないんで、やっていきましょう。で、一応メンバーは、一応私、コマさんいるんで、リトルコマンダーいるんで、本当はね、豪傑っぱとか、勇ましがいいんだけど、いつものね、ちょっとプリチッパでとりあえずやってみようかなと思います。ちょっと相性はね、良くないんだけどね。勇ましで空転つけてやってもいいのかなと思うけど、とりあえずねやってみます。はい、じゃあ行きましょう。ヒットポイントは129,424、攻撃が1043、パスタが好き、そして一応リトルコマンダーがいるんで887だから 20% カットぐらいかな。ちょっと必殺技打ったらどんぐらい反撃食らうかをもうちょっと見たいかなと思います。よいしょ。リトルコマンダー打つと4154が849の返しが来るね。という感じですね。849の返し。そしてリトルコマンダーもなかなかの、あれですね。ちょっとこれ倒せちゃうけど、ちょっと倒すのを一回ちょっとやめて、倒せないか。もう1になっちゃったよね。最後、リトルコマンダー打てば倒せそうな気がするけど、ちょっと1回ね。よいしょ。やられてみますと。攻略のヒント。まあ、ナインテール必殺技に対して反撃や必殺技の効果を解除してくる。まあ、だから攻撃力アップ、ダメージカットは使えない。特大ダメージメデューサー。リトルコマンダーでかなり、ダメージがいってたんで、結構いけんじゃねえのっていう感じがするな。はい、という感じなんで、ちょっともうこのプリチッパーでいっちゃおうかなと思います。はい、じゃあ行きましょう。一応メンバー軽く紹介すると、
ウォッチはね、エルダつけてます。で、プリチーなんでね、コマさん、まあ自分の中で温泉コマさんが一番技レベルが高い。ネタバレリーナはね、種族効果アップ 12% もある。そしてリトルコマンダーね、これが特攻だね。自分以外の妖怪プニを出やすくする。技レベル2ですね。技レベル2であんだけだから、もう結構いい感じだね。で、エンマも技レベル7。ククリ姫がね、ゼロになった時に復活があるんで、これがね、プリチーがいいかなってとこですね。まあ、勇ましで特攻なしでね、倒してもいいんだけどね、クーテンいるからね。はい、じゃあ行きましょう。なんか技レベル2でもうリトルコマンダーの必殺技一発でいけないかね。一応12万。ただリトルコマンダーのスキルは自分以外がたまりやすいっていうスキルだね。よいしょ、リトルコマンダーが落ちてこねえ。もうフィーバー落ちた。ちょっと今打っちゃう。技ゲージ吸収はないから特に気にしないでいいのかなっていう感じ。ちょっとリトルコマンダーがね、いねえ。リトルコマンダー使いたかったな。もういいや。あ、倒せなかった。リトルコマンダーかなり下手くそなやり方だけど、なんかとりあえずリトルコマンダー強いね。技レベル2で5万も食らうんだ。なんかもうはちゃめちゃなやり方ですがとりあえず倒しました。リトルコマンダーいればね、技レベル2でも楽勝だね。技レベル2で5万だから、フィーバーの時だったらもう行くから、技レベル4ぐらいでワンパンなんじゃないかなと思うけど、どうでしょうかね。まあちょっとその辺種族効果とかねあるからあれだけど、これでね SP ベゼルゲットしましたと。一応ここで隠しステージ3をクリア。隠されたルートが解放された。あ、まだあるんだ。おう、くなかなかやりますね。どうやら甘く見ていたようです。本気を出す。え、こっちでもゲットできるの？ちょっと一回やってみましょうか。なんか強そうだね。まあとりあえず激ムズはまた今度やるとしてね。23万。あれ23万って一緒？でも攻撃は999だよ。早いのかな。899。どういうこと？どこも高いのか。そうか、倍あるの。どんどん。うわ、めっちゃ反撃食らった。何これ。うわ、最後リトルコマンダー打っても勝ってね。あ、強いねこれ。へえ、ちょっと技レベルね、リトルコマンダー上げるか、まあちょっと勇ましっぱ使うか。んげえ反撃食らったなフィニッシュよっ。んー、やっと落ちた。もう50回ぐらいやった気分なんだけどあー落ちたよ。皆さんどうだったっすかね。私はかなりドロップに時間がかかりました。僕の力を望むなら勝利を君に捧げましょうということでね、ナインテイルゲット。これがね Y ポイントアップで、かつね土俵際のスキルもあるんでいいっすね。はい、あーよかった。はい、ということでね、早速キュービじゃなくてナインテールね見ていきましょう。パズルでね、ワイポイントアップ
ップということで、本当でもさ、ポップンジンペイがさ、この映画イベントで使えないってちょっとどうかしてるよね。それなんとかなんないのって思っちゃうんだけど、でもびっくりだよね。必殺技はね、紫の舞ということで、回し蹴りで斜め一線なんだね。威力87、ちょっとね、秘伝書がないんで技レベル上げられません。そしてヒットポイントがね、ゼロになった時に一度だけ復活し、技ゲージが溜まるということで、まあ、これがね、スキル上げてればこれが 100% になるのかな、うん、ということなんで、まあ、今後不思議でね、のボスイベントでね、かなりいいんじゃないですかね。うん、映画でキュービー、まあそこそこ活躍してたかな。でキュービーがイズナを憑依することで変身する妖怪ヒーロー。まあだからキュービーもね、 YSP ウォッチ持ってんだよね。素早い動きと足を使った巧みな攻撃で相手を華麗に翻弄するということで、よかったね。 Y ポイントアップ、もう最近はね、 Y ポイントアップがもう1個しかないから、もうじゃあちょっとこれでね、ちょっと1回必殺技もね使えないんで1回やってみましょう。まあ逆にこのキュービー強くしない方がいいのかもしんないね。ナインテールか、うん、弱い方がね、必殺技いっぱい打てるからね。ちょっとこっちの激ムズはね、ちょっとまた研究してね、やりたいと思います。とりあえず特攻いても、地獄ムズか、激ムズじゃなくて、特攻いても自分はできなかったんで、まあ、とりあえずちょっとメデューサでやっていきましょう。まだね、風通からどっちだっけ、かけらなのかあれが忘れちゃったけど、パーツがね落ちたんだけど、まだね、メデューサからはねパーツ落ちてないんだよね。ちょっとコマジロかイズナがいたらね、ドロップしやすいのかと思うんだけど、ちょっとそこはね残念賞ということですね。メデューサがいるんだからどうなんだろうね。あのポスターに貼ってたあのマツコデラックスみたいなやつは出てこないのかな。一応このね、このアストはねレベル上げてないんで、結構弱弱ちゃんなんでね、あんまり削らずに一殺が打てるようになってますね。8500でバステットもね、そんなに育ってないんで、今ホエバフレンズね再放送やってます。木曜日までです、ぜひ見てほしい。キュービーがあんまいねえな、全然溜まってねえぞキュービーの回なんて。せっかくだからフィーバー行っちゃう。フィーバー行かないとちょっとねキュービーが寝れるそうにね。あとは Y ポイント集めさ、どうするかだよね。よいしょ、こっちのキュービー。まあでもこのキュービーはマップでねゲットできるからね、ガシャじゃなくてマップでゲットできるからいいよね。あそこ、そしてこのキュービーね、紫の前、うん、バステと、うわ1個残りやがった。1個どころじゃない、あ結構弾あるね今回、いいんじゃない。さあちょっと2つばかし残しちゃったけど、どこで周回するのがいいかね。ちょっとボスがいいのか、そうここねレベルねアスト上げないようにしてんですね。その方が必殺たくさん打てるんで。さあ Y ポイントどうなっちゃうでしょう。34か、9ポイントね、って感じだね。おそらく 100% アップなんじゃないかなと思うんだけどね。14引いたら20でしょ、20の100%だとあれだけど、あれか、じゃあ 50% なのか、うん、という感じで。イベントクエストもね、あとはスコアタ、あれスコアタは来週か、来週スコアタか、今はちょっとクロノーメンだけど、あれなのかな、うん、あ違う、スコアタの順位で違うね、まだだね、これ
次のは来週だね。うん、なんでまあちょっとね、あとはワイポ稼ぎとこの5区だね。すごいね、でも特攻なしで倒せたらマジすごいね。ということでまあちょっとね、まあ冬、あ、ただこれでどっちかつと勇ましと豪傑がね使えるんで、ウォッチだよねもうさ、ボス倒すためにウォッチ使いたいのに、ボスを倒さないとウォッチをゲットできないっていうねサバカのすごい悲しいサガなんだけど、サバカでいつも勝てないんだよね、微妙に。ということで、ベルトはね、ミッションでクリアできるはずです。あとはチップとね、かけらをゲットして頑張りましょう。ちょっと長い旅になりそうだけどね。時計なんとしても勇ましい豪傑アップは今後のミッションで、あ、これだね、ベルトはね、ミッションクリアしなきゃいけないんで、こいつをね頑張ってやっていきましょう。そしてなんかミッションが追加されたね、ナインテールの試練追加したんで、これもね頑張ってクリアしたいと思います。あとはちょっとね、メデューサのね強さの検証もね、ちょっと今後していきたいと思ってます。はい、今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。みんな何回で落ちたかな自分はすげえ落ちなかったわ。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。